ディア・ダニエルは株式会社サンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。1993年に開発されたキティの幼少期という設定のシリーズベビーキティシリーズで赤ちゃんの姿で初登場。1999年にハローキティのボーイフレンドとして成長した姿が登場した。公式には キャラクター開発年は1999年となっている。デザイナーは三代目ハローキティデザイナーの山口優子である。ダニエルという名は小さな恋のメロディの主人公の名前に由来する。山口によると、それまでのアイドルが恋人の存在をひた隠す風潮が当たり前だった中、1990年代にアムロナミエが恋人がいることを世間に公表したことに衝撃を。 受けたといい、流行と自流を敏感にキャッチし盛り込むことが売れる、キャラクターを作る上での重要なポイントであることを踏まえ、キティにも彼氏を作らなくてはいけないと思い立ったという。こうして作られたのがダニエルスターであった。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞では、第17回の3位が歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞20位。 2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画であるこれやります宣言で10位以内なら基地にプロポーズすると宣言していたがランクインを逃したため叶なわなかった2020年はコロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったため サンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催されサンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果はディアダニエルは14位であったミラクルギフトパレードありがとうございます